はい。 あどうもひかるです皆さん見ました新仮面ライダーあれ,あれやばくない <laughs> え何あれめ,め,めっちゃ面白かったんだけど <laughs> ちょっとまあ、感情が全然整理できてない何あの映画めちゃくちゃ面白かったけどめちゃくちゃ反応に困るというかう見終わった後の感覚的には庵野秀明の脳天突き破ってお尻の穴から出てきたみたいな感覚なんだよねということで今日はですね3月18日に公開された庵野秀明監督最新作「新仮面ライダー」についてネタバレありで初代仮面ライダー全く知らない 僕があーでもないこうでもないと見た感想をただ喋っていこうと思いますもう見たよって人は感想を自由に書いてくださいチャンネル登録高評価よろしくお願いしますでは行きましょうみんなはどうだったみんなはどうだったみんなはどう思いましたいや面白かったよねえ面白かった だよね、面白かったよね。面白かったよ。面白かった。うん。面白かったです。初代の仮面ライダー1号とか2号全く知らないのね。なんとなくは知ってるよ。なんとなくは知ってる本郷たけしと一文字隼人ってのがいて、本郷たけしがもともと IQ600 で悪の秘密結社ショッカーに改造されて、仮面ライダーとしてショッカーの野望を食い止めるみたいな話なのも,も知ってるんですよ。でも全部は見てないし、ほんとなんか仮面ライダーの特集本みたいな、昔のライダーがフィーチャーされる番組とか、そういうのでしか見たことなかったわけね。だからそのくらいの知識の人間が今から喋るんでね、ご容赦ください。 いや面白かったととと思ううんですすよね僕はすげえ面白くくくくくてて結構もも全全編通しししずっと楽楽けることもなく頭からつま先ま先めちゃくちゃゃだ、ただ、これだけは先に言っとく。これだけは先に言っとくけど、シンゴジラよりは好きではないよ。シンゴジラなんなら僕一番好きなぐらいの映画なんですけど、シンゴジラよりは全然好きじゃないというか、シンゴジラよりは全然こうみたいな感じなんですけど、それでも去年公開されたシュウルトラマインよりは面白かったし、なんなら僕はシンエヴァより面白かったというか、シンエヴァとほんとトントンぐらいで面白かった。 面白かったんですよやっぱね初代ライダーに若とはいえ僕も子供の頃仮面ライダーを見て育ってきてるわけですよね変身とか宇宙来たとか言いながらね毎週毎週楽しんでた人間ですよだからその仮面ライダーの新作として見る分にはすごい楽しかったしあともうシンゴジラを期待するのはもうやめようと思いましてシンゴジラクソ面白かったからシンゴジラみたいな映画また見たいなって思ってるんですけどちょっとねシンウルトラマンが全然ハマらなくて持ってたより楽しくなかったからシンウルトラマンより面白かったらいいなぐらいのテンションで行ったからこんなに すごい楽しめてるのかもしれない <laughs> なんかめっちゃ失礼なこと言ってない, <laughs> いでもこれが消費者の素直な感想だからね で、この映画もさ、なんかもう集大成みたいな感じしたじゃん。今発表されてる新シリーズの中だったら一番最後なわけですよ。だからある意味集大成なわけですよね。だからなんか見てて、最初新仮面ライダーかと思ったら新映画で、新映画かと思ったら新ゴジラで、新ゴジラかと思ったら新ウルトラマンで、新ウルトラマンかと思ったら新映画で、新映画かと思ったら新仮面ライダーだったみたいな。10年間で安野秀明がやってきたすべてみたいな。安野秀明の脳みその一部分をちょこって取り出して、それをミキサーにかけたみたいな、そんな映画だったよね。それが悪いとか、 じゃなくてむしろね、もうもうもう僕も安野秀明の作風に慣れてきたから、その身内のり感とかも、すんなり受け入れられてて。ねこの1号のデザインもやっぱすごいかっこいいわけですよ。子供の時ね、平成生まれの僕はさ、ファイズとか電王とかオーズとかヒビキとか、ごちゃごちゃしてる仮面ライダーこそ思考というか、そういうライターが一番かっこいいと思ってたから、子供の頃はね、1号の魅力に気づけなかったわけですよ。ただ今回の1号も2号もさ、ビジュアルといい設定といい、何から何までかっこよすぎてさ、やばくないあのプラージュみたいな風のエネルギー でそのプラージュバーって入れてそれで変身するとかもともと本郷竹内はね風を受けて変身する仮面ライダーだからそれの設定がまたそういう感じでレメイクされたっていうことなんですけどあれかプラーナかプラージュは激安美容室か怪人のビジュアルもすげえよかったよね怪人っていうかオーグ僕あの雲ーグと八ーグのビジュアルがすごい好きすぎてあれいいねあれいいねあれいいね <laughs> もうめちゃくちゃめかめかしくて、デザーのなんかかっこいい感じのやつでさ。で、僕、クモーグの好きなところはさ、ここにあるチャックが開いてさ、ニャ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 って新しい手入るところ、昆虫とか動物モチーフの敵とかさ、キャラクターがさ、ちゃんとそれっぽい動きをするというか、ちゃんとその生態を持って戦ってるみたいなのが見れるとすごい楽しいわけ。だからやっぱ、クモーグのさ、それニャ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 っていうのがちょっと気持ち悪くてテンション上がったね。ええ、もっとやってもっとやって。あと、八王グも良かったよね。あんたバカって言いそうなビジュアルだったけど、西野七世ですよ、西野七世、生田。 これこれかっこよくないめっちゃかっこいいよねクモホーグとハチ用具のフィギュア欲しいねあとさ 浜辺みなみ浜辺みなみちゃんめちゃくちゃ可愛くなかった。<laughs> 言ったらもうわかんない映画じゃないですか。設定とかもてんこ盛りでいきなり訳わ,わかんない用語とかが飛び交ってさ、それついていけない人もやっぱいると思うんですよね。安野秀明の作品をこれまでたくさん見てきたから、ああまあまあそういう感じでそういう感じでっていう気持ちもありつつ、でもやっぱりそういうのやられちゃうと、ああ、ああ、ついていけないよなったんだけど、これまでと違ったのは浜辺みなみがいることによって、その難しい説明とか用語解説も、そこついていけないな、難しいなって思った時に浜辺み,みを見ると、あ 浜辺美波可愛いっていう気持ちで <laughs> 一回リセットされるんだよね。重い世界観とか難しい設定とか全部を顔面だけで中和する女。ビジュアル的にもやっぱちょっと綾波っぽさも感じたし綾波みたいにだんだん閉ざされた心が開いていくというかいや本当ねー、好き。それ以上に言葉が出てこない。もう好き。本当に好き。本当に可愛いし本当に大好き浜辺美波。うん。あの、結婚したい。 で、アクションも面白かったっすよね。これまで僕が見てきた仮面ライダーシリーズのアクションとは全く違うというか、全く別物というか、ラストバトルとかもさ、あんなになんか、もちゃついた肉弾戦みたいなの見たことないし、最後、イチローと戦うときにさ、なんかもうこんな、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 こんななんて、こんな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 。 こんな、こんな、こんな、なってたじゃん。そんな見たことないよ。あんな戦い方見たことないなって思うし、最初のクモオーグとの戦いとか、ショッカー戦闘員との戦いも結構スタイリッシュで、おえー、おえおえって思ったし、あのアクションもスーツアクターさんじゃなくて、本当に池松壮介さんと江本佑さんが演じてらっしゃるわけでしょだからそれがすごいよね。変身して戦ってるというか、ちゃんとガチで戦ってるんだ感が出てて、それはすごい楽しかったですね。あの最初のね、トラックから逃げてさ、トラックがボロ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 って落ちていくところもすごい楽しかったね。いや 大変な映画だね。本当。 あと、チュミットだけ、僕個人として、ちょっとイマイチだったポイント言っていい安野秀明のサービス、サービスね。ちょっとやりすぎじゃないって <laughs>。今回ね、サプライズキャストがいっぱい出たわけですよ。竹野内豊に、斎藤匠に、あと長澤まさみ、本郷なた松坂通り、市川美香子。松坂通りと本郷なた以外はさ、これまでの新シリーズにも出てるわけじゃないですか。だから、俺の、オールスターバトルみたいな。全員参戦みたいな。集大成なのはわかるんですよ。新シリーズの集大成っていうのがわかるんですけど、まあ、なんか、 僕がテンション上がったのって正直。 竹之内豊かだけなんですよね。新ウルトラマンの時に竹之内豊かが出てきて、うわーやったーっテンション上がったし、で、また竹之内豊かが出てきて、おへーまた出てきた手塚治虫の漫画ってそういう同じ俳優同じキャラを使っていろいろ演じさせるわけじゃないですか。アセチレンランプとか、お茶の水博士とか、サルタヒコとか、同じ顔の人たちが出てきて別のキャラクターを演じるみたいな。ちょっとなんか手塚治虫の作品っぽくなったなとも思ったし、ただやっぱね、うーん、なんか、 ちょっと、面白かったんです。長澤まさみがね、エクサシーエクサシーエクスタシー出て、人をね、バン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 倒していって、最後、あーくーイみたいな感じで死んでいくのとかも、すごい面白かったし、笑ったんですけど、でもその笑いって別に純粋な笑いって、 というか面白くて笑ってるんじゃなくて、あーまたやってるよ。失笑みたいな。いや、ちょっと、もういいって、みたいな。そういう笑いがね、心の中から出てきたわけですよ。で市川美香子がさ、出てきたじゃないですか。一郎とルリ子のお母さんとして出てきたじゃないですか。回想でね。あれもまあ言ったらええわ、みたいな話ですけど。そんなにあの回想シーン、長くなくて良くないなんかこうやって、おいでおいでみたいな。ケーキーキー、ロウ風してみたいな。そんないらない、いらないって思っちゃって。全員繋がってるんだみたいな。うわーみたいな。テンション上がら ななくはないけどいやなんかもう <laughs> 全員同じやんみたいな <laughs> 同じ人出てるやんって急に冷めちゃって <laughs> 竹野内豊がまたチラッと出てくるとか一瞬山本浩二が出てくるとかそれぐらいでお腹いっぱいになれるぐらい反応してますから僕らはこれから何かその実写作品でまたこの長澤まさみがバカやってるみたいなそういうのやられちゃうとちょっともう正直僕はそこだけで評価を落としかねないなと思ってしまうぐらい言語化難しいんだけどちょっと。 嫌だったな <laughs> 不満というかそれは一体どうなんちょっとそれ違くないみたいな <laughs> そういうのを思いましたね。 あとはね、ほんと、一文字隼人ね。一文字隼人。一文字隼人この映画の評価ね、結構自分では高い方だと思ってるんですよ。フィルムハックスでも4.5ぐらいにしてるんですけど、その4.5、星4.5の4の部分は、全部一文字隼人です。一文字隼人がいいキャラすぎて、一文字隼人が、一文字隼人がかっこよすぎるかためについた星4です。僕がこの映画に対してつけた5点満点中の4.5点は、全部一文字隼人と浜辺美波への評ね,ね。いいね。いいね。 ああいうキャラ好きなんですよ最初は敵としてやってきて、ひょうひょうとしてて軽い男に見えるけど、本郷猛史とはまた違う自分のシーンを持ってて、ショッカーに立ち向かう勇気があって。で、彼もまた孤高の一人だと。本郷猛史と一文字隼人二人で戦うけど、二人とも一人だと。そういうところをね、感じさせるキャラクターの描写というか、演技というか、すごい良かったよね。それは池松壮介さんもそうなんだけど、の新仮面ネイダーという映画を、ここまで一本ピシーってさせたのは、絶対江本佑さんだと思うし、もうアカデミー賞あげたいぐらい。途中 いうからもも、ね、もう好きってもううき付ききててててしししね好好っっ結結婚婚一文字結婚してこっち向いていい、ね、この映画でね、深く描かれてるのっていうのも変身なわけですよ。なんで変身するのか変身してどうするのか本当に変身しなきゃいけないのかっていうところの葛藤、本郷岳と一文字隼人の葛藤をいやらしく描いてるわけですよね。だからそのね、変身する意味というか、彼らが変身する理由とか、そこら辺はすごい好きなシーンでしたし、あと最終的に本郷の裏話、 が入って いる本郷のなんか思念体みたいなのが入ってるヘルメットをかぶって、一文字隼人は世にはびこるショッカーたちを倒していくぞみたいな、そういう終わり方をしたじゃないですか。そこのね、受け継がれる意志みたいな。受け継がれる意志、人の夢、時代のうねり。やっぱね、そういう受け継がれる意志みたいな。これからも戦いはどんどん続いていって、ヒーローの精神変身するというのは一体どういうことなのかみたいなのは、どんどん続いていくんですよ。みたいなのをやられると、僕はそこで感動しちゃうわけですよ。そういうのが好きだからね。これからの時代も戦っていくんだぜみたいな。僕がこれまで見 てきた平成ライダー僕が一番好きなのはフォーゼなんだけど、そのフォーゼとか、ファイズとかね、オーズとか、僕がこれまで見てきた平成ライダーとか、今やってる令和ライダー、ギーツとかか、初代ライダー、1号ライダー、2号ライダーから続く令和最新作ギーツまで、その他にもいろんなライダーいるわけですよ。政治のね、味方のライダーもいれば、悪のライダーもいて、くしゃみそう。くしゃみ出るライダーもいるんですよ。 そのライダーたち全員に繋がるというか、一文字が最終的に出した答えみたいな、本後立志が最終的に出した答え、人のために戦う、自分のためじゃなくて他人のために戦うと。それを受け継いでいく、その意志を受け継いでいく。これがずっと今のライダーにも続いてるわけですよ。なんかね、そういうところも痺れましたし。あと一番テンション上がったのは、目頭熱ってなったのが、トンネルのシーンね。トンネルで一号と二号がさ、行こう、一文字さん、そこは呼び捨てだ、みたいなくだりをやった後にさ、二人こうやってやって、ビュッてやって。 あれ、クソかっこよくない目も光って、ピーン光ってさ、ああいうのやられちゃうとさ、ほんとさ、暗すぎてね、途中何やってるかわかんなかったけど、ああいう決めポーズとか、ここ見せ場ですよっていうところで、しっかり決めてきたじゃないですか、あのシーンは。このシーンを見るために、ここまで見てきたんだな、という、そういう感情をいただきましたね。面白い映画見れるだな、と思ってますよ。ありがとう仮面ライダー、ありがとう安野秀明。すごい不思議な気持ちになる映画でした。皆さんの感想も、ぜひ教えてください。 いかがでしたかということで、新仮面ライダーネタバレだらけの大感想会でございましたけど、なんかポロリーもありそう。ぜひ皆さんの感想とかも教えてくれると嬉しいです。皆さんが好きな仮面ライダーとかも教えてください。あと、髪切っておしゃれですねっていうコメントもください。これからも新旧問わずいろいろな作品のレビュー投稿していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次回の動画で、 お会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。Twitter や Instagram のマックスもやっておりますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。関連動画もご覧くださーい。